こんにちは、えのき商店です。今日はキャプテンモルガンスパイストラムをご紹介いたします。キャプテンモルガンはですね、このモルガン船長、いつぐらいだろう、1600年代かな、なんかのイギリスの海軍の方だったらしいんですけれども、アメリカの方を出てこう領土を拡大したその栄光をたたえて、このラベルの絵になったというふうに聞いております。まあ半ば海賊ですね、軍隊が海賊になったという、どっちもどっちな感じですけれども、そういったデザインになっております。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。お求めはえのき商店のネットショップでどうぞ。